はい、どうもタンタンです。コアロハ、アウトレットシリーズですね、続々入荷中でございますけれども、こちらもその中の1本でございます。こちらのモデルが KCR の 10AC、 ロゼッタアカシアシリーズといいまして、ですね、ハワイで組み込んではいるんですけれども、アカシアボディを使ったタイプになってますね。でデザインも若干普通の KCM とかと違ってまして、バインディングであるとか、このロゼッタとかね、あとはポジションマーク、あとヘッドのインレイ、このあたりがみんなマッカーサーエボニーを使ってるんですよね。ちょっと、なんていうんでしょう、落ち着いた風合い、塗装もグロスではなくてセミグロス、マットな仕上がりになってますので、ずいぶん落ち着いた感じの雰囲気の一本になっております。こんな感じですね。でペグの方は、やはりコアロハのこのロゴの入ったこちらのタイプという感じでございます。はい、で音の方もね、やっぱりハワイアンコアのこれ、ね、アカシアなんで、その材料の違いというのもあって、少しニュアンス違うかなという印象ですね。のモデルに比べると若干甘い感じの音色かなっていうところですね。ハワイアンコアの方がもうちょっとパリッとしたイメージが強いかなというところですね。ただボリューム感は全然負けないぐらい本当に出てますし、ただ音色のね、ニュアンスが少しこうパリッとした固めの明るい音か、ちょっともうちょっと落ち着いた感じの音かっていう違いなのかなっていうところですね。非常によくなるやっぱり一本ですので、ちょっと同じコアロハの中でも若干ね、こうデザインの違うもの、普通の KCM の方がやはり明らかに多く出回っていると思いますので、ちょっとそこら辺で、人と違ったものっていう感じで考えている方なんかもね、非常におすすめできる一本なんじゃないかなと思います。こういった雰囲気ですね。はい、ということでこちら、コアロハのロゼッタアカシアシリーズのコンサートサイズですね、 KCR10 ですか、なります。でこちらもね、なかなかアウトレットで出てくる機会少ないと思いますので、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。